先行年収5000万高校赤ちゃんばあちゃん8小節の日本勝負レディーファイ。ばあちゃんはどっからどう見てもばあちゃんだけどこいつ赤ちゃんは過保護じゃん。ダメでしょ、チンゲ生え揃ってまで赤ちゃん。あ、チンゲ生え揃ってる赤ちゃんばあちゃん似せるとこはいっぱいある。おい赤ちゃん連れてくでおっぱいパブ、いやこいつの好きは実際貸す。何を言わしとんねんアホか。ばあちゃんにとってはいつまでたってもばあちゃん赤ちゃんじゃ。わからんのか、それぐらい愛情持てへんのか。お前ら虐待組の人間か、はっきりしとけこのとこは。ええ、あ、今日呼んでくれてありがとうございます。待て待て待て、お前のそれ嫌なんや。ばあちゃん変わってんで、分かってる。レイレイ分かってんの。ばあちゃんお悪く言いたくねえよ本当に。俺おばあちゃん子、八幡様おばあちゃん子。よ、一体いくつ。60歳生前の人じゃ。違うわ、戦場人間じゃないな八幡さん。最後に言ってやれや。ばあちゃん好きだから言いたくないけど、ここでステージ上で寿命尽きちゃったらかわいそうだ。はい、いやー私はステージで上がってる以上は負けたくない。やっぱりここで戦国や。心は地獄を天国か、これはお客さんが決めてくれるこっちゃ。頑張るで。よーよー、生き方はデコハチが教えてくれる。ヒップホップのマナーはみんながデコハチに叩き込んでくれよ。終了。それでは判定したいと思います。先行年収5000万が上がった勝。高校赤ちゃんばあちゃんが上がった勝。勝者赤ちゃんばあちゃん。